中学校2年生か3年生ぐらいの時にこの、まあ、今の京セラドームですねに西武対近鉄見に行って、はい、で松坂さんが初めて156キロ投げた試合だったんです。おでそれをレフトのポール際ぐらいから見てて友達と、ほんで156、それまでマックスが155だったんですよ。で56ってなった時に僕らがこの最速ちゃうんかみたいな感じになって、でその後ずっともう何週間もその見たっていうのを自慢してたんですね。まあとその本物の156キロ見たって言って。すごく自分としては、まあ、周りの同級生もやっぱりその当時ってもう松坂さん一色だったので影響を与えてもらったっていうのはあるんですけど、ちょっとでもね、なんかそのなんかきっかけになってくれたと思う。本当に、いやそれは嬉しいですよね。最初あの1年目とか本当にまだ覚えてた札幌ドームで148今の何みたいになって、でチームメイトあれカットボールでやって教えてもらって、変化球でやっぱその当時そんな球な球速で投げる人いなかったので、やっぱちょっとレベルが違う人っているんだなっていうのはすごく感じたのを覚えてますね。やっぱダルビッシュとしか言われたら、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。松坂のピッチングに衝撃を受けていた若き日のダルビッシュ。14年前のインタビューでは松坂の左バッターへのシュートについて、すごい曲がってますね。このボールだと結構日本のボールだと本当難しいと思うんですけど、意外とできちゃうんじゃないかなっていうふうに。そう、使える球になるかもしれないですね。あ、今ちょっといい球だなと思ってちょっと使おうかなと思って。松坂の変化球をその場で吸収しようとしていました。さらにその後のインタビューでも話題の中心はいつも変化球。やっぱ変化球の曲げる場所とかでも変えれますから、カットボールとか、はい、あとはスプリットとかそういうのが投げやすいフォームだったんですね。多分誰も理解してないと思います。そして今やメジャー屈指の変化球の使い手となりました。今回の合宿でも変化球のアドバイスを求める後輩が後を絶ちません。松坂が聞きたかったのもやはりそこ。メジャーに行く前からとにかくあの変化球投げるのがうまいピッチャーだなと思って見てたんですけど、はい、今持ってる球種聞いてもいいですか。試合投げるのはフォーシーム、はい、ツーシーム、はい、普通の速いカットボール、はい、で、まあ、カットボールって呼んでちっちゃいスライダーですね、はい、でスイーパーって呼ばれる横の、はい、あのスライダー、大きいスライダー、はい、斜めのスラーブ、はい、今斜め上に投げてるそのスイーパーがあるので、はい、でスプリットチェンジアップ、スプリットチェンジアップって感じですかね。あとカーブ10種類以上ですよね。そんなピッチャーいないですよね。そんなことしようとする人が多分いないので。はい、松坂が驚くほど多彩な変化球を操るダルビッシュ。変化球の話はさらに熱を帯びていきます。今になって思うのは、松坂さんのやっぱりすごかったのはスライダーもこっちもできたじゃないですか、はい、これってできないですよ、ね、自分もこっちばっかりなの。こっちができる人はこっち苦手なんですよね、はい、自分自身はその得意なボールでしたけど、そのサークルチェンジとかやっぱこうひねるというかこう感じだったじゃないですか。それが難しいです。僕はそれができないので。今ね、多分テレビ局的には何それ気になるよって、うん、多分その説明したらまた話が長くなる。そうそうそう、もう多分30分ぐらいやっちゃうと。変化球の達人ダルビッシュでも真似できないという変化球、それが松坂のサークルチェンジ。親指と人差し指で円を作り、反時計回りにひねりながら投げるチェンジアップで、利き手方向に曲がりながら落ちるボールです。スライダーっていわゆるこっちにこう曲げる球なんですね。手の、手のこの動きはこうじゃないですか。
でこっちが得意な人はやっぱりこ、まあ、カーブであったりもやりやすいんですよ。でこっちにずっと強い人はあの肩のやっぱりその肘とかのその可動域とかもこっちにこう寄ってくるんですね。でこっちの、あの可動域が出づらいってことです。このチェンジアップとかはこっちなので、だからこのこっちのスペースがないというか、やろうと思ってもうまいこと横回転かけられなかったりするんですけど、で逆にこっちが得意な人はこっちが苦手なんですよね、スライダーとかが。それがやっぱりできる人っていうのが本当にあまりいないというか、うん、まあ、それはもうフォームを変えないといけないところですね、うんうん、で松坂さんはやっぱりこの同じフォームでスライダーもこっちで曲げれるし、でそのチェンジアップでもこっちに入れるので、自分はこう何でもできると思われがちですけど、うん、意外とこっちは苦手で、あ、意外と松坂さんが何でもできるんですよ。へえ、嬉しいですね。ちょっと本当になんでそれは両方できるんだろうっていうところで、いや考えたことないです。考えたそう、両方はできるって本当にないですね。何年目ぐらいから投げられたんですか。2005年ぐらいからですかね。うん、ストレートと同じようにあの投げれるようになってきたのは初めて聞かれたこのこと。札幌ドームで日米野球で投げてる映像とかでもチェンジアップ、はい、結構ありますけど、あれは2004ですね、うん、なんか良くなり始めてきた。確かにあの日米すごいよく覚えてます、ね、いやもう全部見てます、ちゃんと。あります、はい、まあそのキャッチボールの延長で、うん、あ使えそうだなからですかね、きっかけは、うん、僕はだからあの練習とかでは遊びでやったりしますけど、今のところはもう練習とかで試すぐらいの、まあ、試すも遊びでやってますけど、はい、いつか投げたいななんて思うんですけど、はい、いつかね、新しいダルビッシュ投手の姿がいつか見られるかもしれない。まあそれを目指してます。多分この時間じゃ絶対終わらね、はい、もう終わらないんで、いや、ないところで本当は喋ってんの。飽くなき探求心で36歳となった今もなお歩みを止めないダルビッシュ。昨シーズンは自身最多に並ぶ16勝をマーク。先日パドレスと42歳まで契約の延長を交わしました。メジャーで、まあ、結果を出すためにこう、まあ、大事にしてきたもの、これは大事だっていうものって何かありますか。なんかアメリカってこう日本に比べてこう時代が進んでいくのが早いというか、まあすごくオープンマインドでやっぱりいろんな国籍の方がこういらっしゃるじゃないですか。いろんな情報もどんどん入ってくるので、この時代の変化にやっぱりついていくことがやっぱりすごく大事だと思ってますし、っていうことはやっぱり時代の変化をちゃんと感じ取る、そこをちゃんと勉強するっていうところは一番大事にしている部分です。これはあの日本の、まあ、選手だけじゃなくてこう指導者にも聞いてもらいたい話だなと思いますね、うんうん、はい、今後あのダルビッシュ投手がこう思い描くピッチャーの理想像みたいなものってありますか、うん、理想像としてはもういつも思うんですけど、やっぱり球も170キロぐらい投げて全ての変化球投げられてコントロールも完璧でっていうところだと思うんですけど、まあ、そこはずっと目指したいというところでは、はい、まあ、ずっとありますね、まあ、ただ今回契約こう長い契約していただきましたけども、やっぱり松坂さんも分かると思うんですけど、やっぱシーズン中って精神的にすごくきついじゃないですか、はい、なのでとにかく一日一日、まあ、今日一生懸命頑張るっていうところを心がけながら、そういう自分の理想的なピッチャーに、理想とするピッチャーに近づいていけたらいいなというふうには思います。うーん、松坂さんものすごく楽しそうでしたし、今見ている時も楽しそうでした。いや本当に楽しかったですね。まあ、僕ってあの、まあ、一般的にはこう速球投手のイメージ、持たれてると思うんですけど、うん、まあ、僕自身あの変化球投げるの好きでしたし、うん、まあ、自分のことをこうそこそこ速い球を投げられる変化球投手だと思ってたので、まあ、こうダルビッシュ投手にこう高い次元高いレベルでこう変化球を投げる、まあ、ピッチャーの話を単純にまあ、聞いてみたかったっていうのがありましたね。まあ、聞いてみて、どうでした？いや
もうたくさんの方に本当に参考にしてもらいたいと思いましたね、本当に、うん、はい。ダルビッシュ投手は研究家なんですね。いや本当そうだと思います。この合宿中もですね、本当に若い選手からも話を聞いてましたから ね、 ね、はい、もうほぼ取材されてたっていうような感じもしますね。本当にそんな変化球対談でしたが、はい、明日は WBC に向けての思いなどもお伝えします。